皆さんこんにちは、たい焼きみかんです。今日は2人で一緒にハロウィンのクリーム焼かないかぼちゃのクリームチーズケーキを作っていきたいと思います。イエーイグダグダやな。はい、ではまず用意するもの紹介していきましょう。まずは3色デコペン、オレオ、ケーキの型、何でしたっけこれ、ジップロックみたいなやつ、ケアのやつですね。さあ、で、こちらはかぼちゃを火を通しておきました、はい、と、こちらは皮を取ったものですか。あ、そうです、そうです、皮を取りました。はい。いいですね、そういうね、はい、言い忘れました。サポート入ります。ゼラチン、はい、ゼラチンちょっと溶かしてあります。うー、で、これラクラクホイップ、はい、とクリームチーズ、イエーイ。で、クリームチーズは 200g です、はい、でゼラチンは 4g です。お砂糖、はい、本当はグラニュー糖がいいんですけど、我が家にはグラニュー糖がありませんので。何ですか、嫌味ですか。違います。なので、てんさい糖を使っています。で 60g って書いてました。で、グラニュー糖で 60g なので、天才糖だと何グラムかちょっと分かりません。ちょっと適当です。ココナッツオイルです。これはバターでもいいです。黒ごまクリーム。代表生産者の小林さんですか。小林さんが作った紫芋チップスです。はい、はい、本当は紫芋が欲しかったんですが、手に入らなかったのでチップスにしました。ということで、このぐらいですかね多分。はい、ではやっていきましょう。今日はね、たいしくんも一緒に作っていくので、一緒に作っていく動画です。スタート。まず一番最初にこちらオレオのクッキーを潰していきます。そういえばクリーム乗ったままでいいんかな。いいか、まあ、いいや、いいやな。でも、そしたらこのココナッツオイルを少し入れます、その中に。はい、蓋を開けてください。オレオにココナッツオイル入れるんですか。そうやね、本当にあれだよね、甘いものって本当に甘いよね、うん、はい、ココナッツオイルをスプーン、これちょっと適当、ココナッツオイル全然映ってません。はい、はい、ちょっと一回これで混ぜてみよう。 OK、 なんかそのオイル気がないと、あそこに敷き詰められへんから。なるほどね、うん、ちょっとこうし、いいか、色は甘になるんじゃん。ココナッツオイルは甘くないよ。あ、そうなんや。だってオイルや。あそこオイルなんや。はい、はい、素晴らしい。ではここに移していきます。はい、全部、うん、全部いっちゃうんや。全部多いかな。いきます。あれでもいけそう。敷き詰めるから。うん、もうじゃあ全部いくで。うん、これグラスじゃね？あ、うん、グラスやけど、透明な。一旦これは置いておく。はい。では次。そしたらこちらにクリームチーズをイン。かっこいいね、なんか。クリームチーズをインします。はい、クリームチーズは使う前に常温の感じに戻しておきます、はい、常温の感じですね。そう、はい、はい、いきます。はい、おー、びっくりした。ちょっとずつね、フォロー入れようか、うん、ナイスフォロー、うん、終了、終了で、バニラエッセンス必要でした。はい、バニラエッセンス、これが追いバニラエッセンスです。はい、だいたい多いよね。あ、うわえ？これ入っちゃった。何？おい。ハプニング女王かお前は。
ジンを少しずつ入れながら手早く混ぜます。じゃあ少しずつ入れるやつ、そこで混ぜねえ、いきます。はい、ゴー。あ、ちょちょ、いいよ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 、ぽい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 、ゴー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 、イエイエイエイ。じゃあ全部いっちゃえ。グダ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 。じゃあここに入れます。はい、 OK です。はい、じゃあ冷やします。このままちょっとトントンってしたら、そしたら残ったオレオで、はい、じゃあ一緒にやろう。じゃあこれを使って自由に各お化けを作っていこう。あ、勝負ね。勝負しよう。オッケー。うん、お化けでもいいし何でもいいよ、うん、ハロウィンらしいものやったら。むずじゃあスタート。オッケー。はい、こういうのは独創性とかいらんねん。そう、見とけよ俺のおセンスのあるお化け行くわ。カメラワークすぎるのに。何これ、結構幼な感じ。あ、あ、出た出た出た。トゥトゥルトゥトゥルトゥ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 。ああ、そう、あ、可愛いかも。なんかタコさん多いなみたいな。いや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 、この感じね。はい。お、口めっちゃ下っちゃう。思ったよりいいんちゃう。思ったよりいいんちゃう。なんか、いや笑ってるけど、やってみん、めっちゃ下っちゃう。これが悪いね。そう。はい、こう。そんだけ言ったからには。じゃあミカもお化けかこう。はい。ぽいぽい、ほら、あ、ぽいね、うん、もうお化けやん、かわいい。はい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 、もう早くして。ずるない、だってそんな俺なんて見てたやん最初。確実に負けたな。でもどうやろ、でも、うん、ちょ、これいらんかったな。子供っぽさっていう得点ではこっち高いよ。どっち、これのやつ。子供っぽさなんていうさ、じゃあそういう評価点もつけようよ。そんなんあるん、なんか名言なんつけましてるけど。あ、いいこと言うよ。あ、ほら、はい、こっちの方が上手でした。じゃあそんな感じで作る、もう一個作ります。はい、ということでチーズケーキは固まりました。デデデン。そういうことね。おお。すごいよ。で、こうや。このテイストでさ、うん、このクッキーの俺のやつ、これ絶望的やな。かわいい。一旦じゃあこれでしよう。一旦これでいいと思う。シンプルに。はい、じゃあ写真撮ります。はい、ということで完成です。ちょっとおしゃれに、思ったよりおしゃれになったので、一緒に作ったあのオレオのやつは、オレオはオレオで食べることにしました。はい、ということで、あのグダグダ動画でしたが、もう本当にめちゃくちゃ簡単に作れる焼かないかぼちゃのレアチーズケーキ、もしよかったら皆さんも作ってみてください。可愛くない？うん、いい感じ。いいね、すごい簡単やのに。はい、ではでは、よかったら他にもいろんなお料理動画上がっているので、よかったらあの他
他の動画も見てくださいね。バイバーイ。そう、あ、可愛いかも。なんかタコさん多いなみたいになってる。